浪江女子初組合でピンクプレイングプロデューサー、略して PPP を務めます。綺麗いかがでしょうか。桃色クローバーZメンバー佐々木彩夏さんです。浪江女子初組合は今年から始まったワウンドを求め、全国各地で人と年を結ぶヘルメスをするアイドルとして活動しております。福島県の浪江町のふるさと応援大使を務めています。桃色クローバーZメンバーが浪江女子を歌うことを知らずに2015年にグループが始動し、総合プロデューサーを務める佐々木さんの銀行に発音を務めました。すいません、ありがとうございます。福島県浪江町ナイターの応援に駆けつけてくださいました。それでは佐々木さん、お願いいたします。